130針です。全部試合ですか？全部試合、肘で切られて、はい、今体調は？体調はいいですね、かなりこの前と一緒ぐらい、はい、いつもいいですよ、試合前は大丈夫です。今体調悪いですねって気持ち悪いですね。体調はいいです、体調はいいですね、はい。日本語がやはり少し苦手になってしまった逆輸入ファイター志摩一世、単身タイで練習に励み、ラジャダムナンのランキング入りを果たした本格派。そんな志摩一世が今年日本に帰国し、第一戦を戦ったのはこのレベルスのリング。開始から元ラジャダムナンのランカーの実力を発揮、得意のミドルで藤原陣、渡部大輝を追い詰め、しかし逆転の一撃でマットに沈んだ。敗因はちょっと瞬間にね、ちょっと考え事してて、無敵。今回はその進化を見せに本能で戦う。ムエタイと中学生の頃から20年以上にわたり向き合っている男がいる。キックのカリスマ、立島敦。いくら僕の宝物なんだ。その一番弟子、藤倉優作。高谷博之を輩出した格闘結社田中塾を経て、立島敦に師事。師匠とともに今日も自分との戦いが続く。9月のレベルズでは田中秀也とフルラウンドにわたる激闘を展開。判定はドローながらもマスト判定で涙を飲んだ。試合後、師匠から明かされたことだが、その日は足と肋骨の骨折を抱えての戦いだった。まあだけどそれは言い訳にならないし、相手も言ってないけど悪かったのかもしれないし、全くそれは普通だったって言いたいですね。でまた藤倉選手、会長から見てどんな選手でしょう？いやもう見れば分かります。見て感じてほしいです。つまらない、懸命いらない、尊敬できる人間らしさも持ってる人なんで、教わったことも出して、まあ自分ができる精一杯のことをやって、それを見せたいとは思ってます。師との長い長いムエタイとの因縁は今日もこれからも続く。藤倉優作 VS 志摩一世。